長とやらが余計な動きをしたせいか。ひどい世の中だよ、まったくさ。商人どもの身分も偽装だな、トリカのクゼ。受けがうまいぞ。生け捕りは諦めよう。了解。頼む、殺さないでくれよ。だから殺さないでくれって言ったんだ。毒か、暗鬼かもしれん。距離を取って射撃だ。こいつなんだ。習ったことはなかったか。小さな頃に教会で授業を受けたことは、悪いことをすると天使様の罰を受けるってさ。危ないところだったね。ああ、だけど天使はいるんだ。天使もさ、寂しがってるんだと思うよ。クゼはずっと天使を見ていたのかい？どうだろうな。それでも天使様の方は俺を見てるんだ。だから俺を殺そうとする者を殺す。名前はあるの？名前？天使の名前だよ。そっか、誰にも教えたことはなかったな。リベルちゃんにも。知ってるよ、名前は。それはただ一人を除いた、この世の誰にも知覚されることはない。それは非実在の意識体であり、いかなる手段でも干渉されることはない。それは創世のその時から続く生命停止の絶対の権能を保有している。ただ静かに訪れ、目に見えぬまま全てを奪っていく死の運命の具現である。天使の名前はスタッバー、エンジェル、静かに歌うナスティーク。